ポール・パンルベはフランスの数学者、政治家。1887年に高等師範学校で博士号を取得して、リール大学の教授を務めた。動く得意点を持たない方程式の分類に関する研究から、パンルベ方程式と呼ばれる方程式のうち3つを発見した。この分類には見落としがあり、後に デシノベルトラン・ガンビエによりさらに三つの方程式が発見され、合わせて六つの方程式がパンルベ方程式と呼ばれている。その後、パンルベは、共和主義者回答から政界に入り、1917年と1925年に首相に選ばれるなどし、数学から離れていった。ガンビエなどの後継者も多分野へ移るなどして、パンルベ方程式自体の研究は、 廃れてしまったが、1973年に五大春たちによるン人雲系の研究に現れて、以来注目され、現在非常に活発に研究されている分野の一つに成長している。日本でも岡本和夫を中心に解析学の範囲を超えた幅広い研究がなされている。息子に科学映画監督のジャンパンルベがいる。ありがとうございます。